Thank you.
岐阜のあんなことこんなことそんなこといっぱい知りたい知りたい岐阜の姫隊です。よろしくお願いします。はい、果実の国から参りましたいちご姫です。よろしくお願いします。はい、優美の国から参りましたみやび姫です。よろしくお願いします。ありがとう。はい、希望の国から参りましたのぞみ姫です。よろしくお願いします。はい、音色の国から参りましたかなで姫です。よろしくお願いします。はい、敬愛の国から参りましたみこと姫です。よろしくお願いします。はい、ということで、ありがとうございます。すいませんね。すいません、ね、飲めちゃって。はい、元気はつらつ市。過去にね、私たち1回、2回ぐらい出演させていただいたことがあるんですけど、はいはい、だいぶお久しぶりの出演ということで、はい、大垣の皆さん、元気にしてましたか？イエーイ、ありがとうございます。元気そうですね。ね、はい、水まんじゅう食べてみんな元気なんだろうね。あ、水まんじゅうね。さっき食べてたね、一個ね。はい、食べてました。本番5分前に食べてたよね。もぐもぐタイムが終わった。もぐもぐタイムね。はい、なんかね、水まんじゅうだけじゃなくてね、こうね、歩行者天国になってて、いろいろね、屋台とか出てたりとか。そう、毎月1回、はい、第1日曜日に行われてるんです、はい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 、そうなんですね。そうなんですよ。そうですよ。私は知らなかったかもしれない。大変失礼。だからね、また呼んでいただけるようにね。はい、参りましょう。はい、過去にはね、大垣祭りっていうのにもね、出させていただいてね。そうそう。実はいろいろ大垣にもね、携わらせていただいているので、ぜひね、岐阜のお姫隊、名前だけでもいいので、覚えて帰っていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは、続いての曲、いきたいと思います。続いての曲はですね、ペンギンの振り付け、とっても可愛い曲になってるので、ぜひ注目してみてください。絶対プリティクラブ。二つに結んだ髪を揺らし、今踏み切り渡って向かう先は一歩踏み出しみんなおいでよ。ほら言葉を交わしたらすぐに君の友達。参加者もが戦う主人公、握手交わし勝負。Yeah!
ありがとうございます。絶対プリニクラブ雪色センセーションお聞きいただきました。ました、はい、ありがとうございます。すごい個人的なこと言っていいですか。何でしょうか。あの朝ごはんにお母さんが作ってくれた、うん、の塩気の強いパスタを食べたせいですごい口の中乾くんでちょっとお茶飲んできてもいいですか。バジル、バジルでしょ。バジルでしょ。バジルは昨日、バジルは昨日食べた。ちょっと待って、あのかなで昨日私とお昼ご飯食べてるんですけどその時もパスタ食べてるんですどんだけパスタ好きなの。大好き人間なんでちょっと他にもね、あの塩気の強いパスタ食べて喉に乾いてあった方はお水飲んでくださいね、別にそれじゃなくてもいいからね、普通に水分取って、はい、今日はですね直射日光あんまり照ってないんですけど曇りが一番ね熱中症危ないっていうのでなんか雲に閉鎖されてるよね。そうそうそう、ね、でもね危ないので湿気とかもねすごいね、はい、岐阜県は強いのでぜひぜひ皆さんね塩分とドリンクだけじゃなくて飲んでおいでよ。栄養もね取らんとあかんのよそうやね、空腹の状態で汗かいたらそうだよいけないんだよね。いけないんだよね。でも大丈夫だよ、さっき水まんじゅう食べてたから。そうだね、うん、大丈夫大丈夫。とてもうちのリーダーが先週熱中症で倒れたなんて言えないよね。言えないもうネタにしてあるわ。みんな熱中症気をつけなきゃいけないよって言ってたリーダーがバタッすいませんって、私がダメでしたって言って面白かったね、あれ。だから気をつけてくださいね、はい、こんな元気な状態の人でも10分後に倒れることあるんで、はいはいはい、本当に今ですよ皆さん、今絶対取ってください。あの自分座ってるから大丈夫って方も本当に危ないので気をつけてください私が言うと説得力あるやろ、ね、体験試合で、ね、はい、そんな感じで大垣ラムネとかもねあるみたいなんでね。知らないですか、ね、私知らなかったです。大垣ラムネ長玉サイダーしか知らないです。ありがとうございます。池田の方にもありますよ。あ、そうなんですか。池田さんに売ってます。飲んだことある。桃味で美味しかった。へえ、そうなんだ。え、桃味、え、面白そう。面白そう、うん、サイダーじゃないなと思って。サイダーか。あ、そう、私言いたいことがあるんですけど。何でしょうか。新メンバーを募集しています。おうおう、はい、岐阜の中心で活動したいという小さい子は小学校中学年ぐらいからもっと低くても要素は、ね、大丈夫。上は大体20代中盤ぐらいまで大丈夫なのでちょっとでも興味ある方、初心者経験者問いませんのでぜひ私たちと一緒にアイドルしましょう。お待ちしてます。お待ちしてます。すいません、女の人に限ります。ごめんなさいごめんなさい。ボーイとおじさんはちょっと受け付けないです。最近流行ってるけどね、ボーイズアイドル、はい、流行ってますね。最近ちょっと出演者さんとかでも結構一緒になる方多いんでね。そうだね。でもすいませんが私たちの事務所は女の子に限りますので、よろしくお願いします。そしてですね、私たちこの後ですね岐阜のライブハウスキャスパーさんにて、ライブイベントというか台湾ライブにね出演させていただくので、今日見てねちょっとやっぱついてきたいなと思ったらぜひ一緒についてきてもらえればなと思うんですけど、はい、そうですね。またねここのね野外とは違った感じの私たちも見ることできるのでぜひね見ていただければなと思います。他にもですねこういったイベントやってますし、うん、10月にはね池田の方でもねハロウィーンイベントとかもう決まってるので、はい、ぜひぜひ、はい、岐阜のお姫隊の公式ホームページにスケジュール載っておりますのでぜひ岐阜のお姫隊と検索して会いに来てください。待ってます。待ってます。ではラスト2曲は、はい、いきましょう。めちゃくちゃ私たちらしいかっこいい曲とめちゃくちゃご当地にちなんだ曲になっております。それでは最後聴いてください。戦国心花。捨てて吹く武士のシャレメサイよりもはっはっものに使いしこの命はっはっ一気当選活力を拳で言えと突き上げろ。ああ涙流し上手で生きて吹くのさ。Yeah!
森を越え笑顔届けるよ。
私も今の笑顔